します。まず葉っぱから取って、葉っぱ取り終わった後は皮を剥きます。できた。めっちゃ酸っぱい。どれでも食べてみます。酸っぱい。酸っぱい。めっちゃいい反応をしたね。酸っぱ。酸っぱいよママ。食べてみないよママ。なんかここの葉っぱの場所の場所がなんかマスカットの皮の味がした。どどする？ぶどうの皮の味。うん。剥いた板取り斜めに切る。切り終わったら塩を入れたお湯に入れます。色が変わったらお水で冷やしよう。あ、ちょっと熱くないよ。酸っぱい。酸っぱいと酸っぱい。さっきネバネバで、なんか納豆の味がでした。それは美味しいの？美味しい。酸っぱいね。酸っぱい。洗った板取りの葉っぱを。塩を入れたお湯に入れます。お水で冷やします。冷蔵庫に入れた。酸っぱくない。おいしい。おいしいけどね。チク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 。あ、辛い。辛くない。何の味？イタドリの新芽だけ食べます。違う？葉っぱと違う。ネバネバ。ちょっとネバネバなるじゃん。味付けしようか。でもちょっとだけなんか味付けっぽい味がする。けっぽい？うん、味がする。シーメと茎入れます。でもThank you.
おいしい。食べたくないな。おいしい。いいよママ。めっちゃちょっとすぎない？少ししかない。出来上がり。おいしい。いっぱい食べれちゃう？